ンポン。はい、持ち物検査します。どうしました急に。最近物質がまくつとかしています。おそらく原因は皆さんかと思うので、何か引き寄せるもの持ってないかチェックします。そんな、濡れ衣です。そうとは思えないオーラが出てんだよ。濡れ衣です。濡れ衣です。ほら、カバンもそう言ってますし、濡れ衣を主張するカバンの時点でギルティーなんだよ、ボケ。じゃあまずは先生から、カバンの中見せて。そんな変なものありませんよ、もう。まずはちくわでしょ。もう変なんですが、なんでちくわ持ち歩いてんの？いや、大した理由じゃないんですが、こう、誰かにカツアゲされそうになった時に、ちくわしか持ってねえってやるためです。ほんとクソみてえな理由でびっくりしたわ。ほんまに不明やな。ほら、残り出せや。ああ、ホワッツマイケルのネタだ。マイケル・ジャクソンが髪引けてめえ。あとはバッタと顔だけですかね。なんか振動してんのキモいんですが、お前は揺れんな。ってか最初に濡れ衣っつって喋り出した持ち物はどれやったんや。ふふん、さてどれでしょうね。くっそ腹立つ芝こうかな。当ててください。ゆかり先生の顔か。いやいや、さすがに話せないですよ、やだな。さすがにとか言われてもそこら辺の難易度わかんねえんだよ、ボケ。じゃあ、バッタとか。バッタが喋るわけないでしょ。バカなの？こいつマジで。じゃあ何なんだよ。カバンです。は？カバンです。いやいや、カバンが話すわけないやろ。あでもめっちゃ喋る、めっちゃ喋る、やめさせろよ、おい。葵ちゃん、撮影用カメラ、盗聴器、高音質マイク、編集用 PC。ちょっと間違えると問題になりそうね。ついのちゃん、水、炭素、アンモニア、石灰、リン、塩分、ちょっと間違えると問題になりそうね。あかねちゃん、お弁当に、お財布に、ノートに、筆箱と、膝掛け、あとは iPhone や、どや。なんか、普通。な、どこがや、ポリとワルのラインナップやろ。そうかな。ほら、例えばこのお財布、毎日100円だけ入れてるんや。なんで？帰りにセブンの牛肉コロッケを買い食いするためや。鼻で笑った。今鼻で笑った。うるせえな。ちなみにですが、なんや。あかりちゃんの持ち物はテディベアとお弁当3食分です。は？なんでお前それを。え？すみません、適当に言ったんですけど。え？まさか、本当に？そ。そんなわけないやろー。お弁当は3食ではなく5食でした。